西洋人が残虐だったのは肉食が原因でした。神の愛や隣人への愛を説いていたキリスト教ですが、歴史上それを信仰していた西洋の人々によって数々の残虐行為が行われてきました。奴隷貿易や植民地獲得競争における現地住民の虐殺など、その例は非常に多く、目を覆うようなものばかりです。西洋人たちのこの残虐さは一体どこからやってきたのでしょうか。その背後には食文化にまつわる意外な事情がありました。今回はキリスト教と食文化との関わりや日本人との比較などをご紹介しながら、歴史上数多く行われてきた西洋人たちの鬼畜な行為の理由について語ります。歴史上西洋人たちの行ってきた非道な行為は教科書に載っているようなレベルのものだけでも数えきれません。その代表的な例の一つが中世以降の大西洋奴隷貿易における奴隷制です。奴隷というものそのものは西洋世界にも古代から存在しましたが、現代に生きる私たちが奴隷と聞いて真っ先に思い浮かべるのが、大航海時代に海をまたいで取引され、ヨーロッパやアメリカで酷使される黒人奴隷たちの姿ではないでしょうか。大航海時代、アメリカ大陸とアフリカ大陸の間で行われた大西洋奴隷貿易は、その期間がおよそ3世紀にも及び、合計1500万人もの人々が奴隷として海を渡ったと言われています。盛んに開発されていた新大陸で多くの労働力が必要とされたことなどから、商品としてアフリカからアメリカに輸出されました。これはヨーロッパ、西アフリカ、西インド諸島の3つの地域をまたいで行われた三角貿易の一環であり、この西インド諸島ではもっぱら砂糖を生産するプランテーションの労働力として彼らが使役されました。当時イギリスなどヨーロッパ諸国では喫茶の習慣が大ブームとなり、そのせいで砂糖の需要が高まったことがその背景にあります。特にアフリカ西海岸に西洋人たちが進出して以降は、現地の人々に鉄砲を売り渡し、そして現地の人同士で奴隷狩りをさせるという行為が行われました。そして奴隷となった人々の扱いもひどく、丸狩りにして服も着させず、船の中に鎖でつないで運ぶというありさまです。そして亡くなった奴隷は容赦なく海に捨てられ、奴隷船の周りにはサメが群がっていたといいます。このような非道な行いの背後には様々な文化的歴史的要因が絡んでいますが、西洋人たちがこのような非道な行いを実行できた理由が、彼らの主食について見ていくことでわかるのだといいます。私たちは西洋の主食といえば、ついついパンやパスタなど小麦製品を連想してしまいますが、実は主食というものはヨーロッパ人にはありません。日本人の感覚からすればパンこそ彼らの主食ではないかと思いがちですが、例えば英語やドイツ語、フランス語には日本語における主食に相当する単語は存在しないのです。もちろん私たちもよく知っているように、西洋人はパンやパスタなど小麦から作られた主食のようなものは食べています。しかし実は多くのヨーロッパの国々の食事は小麦と肉が同じ割合で食べられていたり、あるいは小麦よりも肉の方が多いということもあります。それではまるで肉が主食と言えそうですが、日本の食文化におけるお米ほどには西洋では小麦が食べられていないようです。すなわち西洋文化には主食という概念自体が存在しないと言えるのかもしれません。実際のところ西洋の食事においてパンは野菜と同じような添え物的な扱いを受けています。ヨーロッパの飲食店ではどうして日本人のお客はコース料理でメインの肉などを食べるとき一緒にパンを欲しがるのかと不思議がられることも多いと言われています。またご飯とおかずを一緒に食べるという日本人の習慣が理解できない西洋の人々が日本にやってきて日本食を食べるとき、ご飯だけを食べて味が薄いと言い、おかずだけを食べて塩辛すぎるというというような話もよく聞かれます。どうして彼らの文化には主食という概念が存在しないのでしょうか。それは自然環境や歴史的経緯の中で彼らが米でなく小麦を多く栽培していることに理由があります。ここで注意しなければならないのは米と小麦の収穫倍率の違いです。収穫倍率というのは一粒の種を植えた際に収穫できる作物の数のこと。例えば一粒の米を植えて10粒の米が収穫できるのであれば、収穫倍率は10倍というわけです。実際日本の奈良時代における米の収穫倍率は10倍程度だったそうです。小麦の収穫倍率はそれより格段に低く、
中世においては3倍から4倍、近世以降は5倍から6倍というデータがあります。さらに時代が遡ると中世以前には1倍というケースもあり、すなわち蒔いた小麦と同じだけの小麦しか取れなかったということです。ちなみに現在においては品種改良によって小麦の収穫倍率は15倍から24倍まで改善されていますが、一方で現代のお米は130倍、まさしく桁違いの倍率となっているのです。このように食料として非常に優秀な米を育てていた日本をはじめ稲作地帯の人々とは違い、小麦を育てていた人々は摂取カロリーをもっぱらその小麦に依存するということができませんでした。単純にそれほど多くの収穫を小麦に期待できなかったのです。そのような事情もあって西洋の人々は小麦以外に多くの肉を摂取せざるを得ませんでした。この他に米と小麦の違いとして連作障害に関する違いがあります。連作障害というのは同じ土地において同じ作物を作り続けるとその作物に必要な特定の栄養分だけが吸収されてしまい、土壌に含まれる栄養が偏ってしまうことです。この結果その土地はその作物の生育に適さない状況となってしまうのです。同じ土地で同じ作物を作れば作るほど収穫量は落ちていくのですが、あるデータによると米の収穫量は連作によって翌年には 74% まで下がります。しかし同じ条件において小麦の収穫量は 36% まで落ち込むのです。これは長年同じ農場で小麦を作り続ける人々にとって大きな痛手となります。このように米は作物として優秀であったため、稲作が行われている地域ではほぼ米が主食として食べられてきました。さらに現在における主要な稲作地帯である日本、インド、中国、東南アジアなどの地域は、合計42億人程度の人口を抱えており、これはそれ以外の全地球の地域よりも多い人口となっています。つまり米にはそれだけの人口を養うことができる力があるのです。ヨーロッパにおいて肉が小麦よりもたくさん食べられるケースが多くあったのは、これまで見てきたように小麦の収穫量は当てにできないという事情が関係しています。さらにヨーロッパにおいて畜産を盛んにすることを後押ししたのはキリスト教です。肉を食料にしようとするとき、人々の精神的な障害となるのが自分で育てた動物の命を奪いそれを解体するということの残虐さや罪悪感です。しかしキリスト教では人間が特別な動物であり、他の生き物の命を奪いそれを利用しても良いとされていました。これによって人々は家畜の命を奪い解体することで感じる残虐さや罪悪感を軽減したのです。西洋における人間が他の動物に優越するものであり他の動物の支配者であるという発想は、動物の命を奪い解体するという日常的な行為によって生まれる罪悪感や残虐さを緩和するために生まれてきた発想であると言えるのです。チャールズ・ダーウィンの進化論を生んだのも西洋世界ではありますが、一方でアメリカ合衆国においてはこの進化論を正しいと考えている人が全体の半分しかいないというデータもあります。これはこの進化論が本質的にキリスト教の思想と相入れないからという事情もあるでしょう。そして人間と動物の間に明確な線引きがあるということが西洋人が行ってきた奴隷貿易を可能にする理由の一つでもあります。どういうことかといえば、西洋の人々は非西洋世界の人類を人間には分類しないことによってこれを動物とみなし動物のように扱うこと、すなわち奴隷にすることを容認していたのです。1537年ローマ教皇パウロス3世はアメリカ大陸の先住民やその他全ての人々を完全な人間であると認め、これを奴隷にすることを禁じる勅書を発布しました。これはスブリミスデウスと呼ばれるもので、すなわちそれ以前新大陸の住民たちは人間とみなされていなかったということです。一方東洋では仏教などに代表されるように輪廻転生の思想が多くの宗教に根付いています。輪廻転生とはあらゆる生き物がこの生を終えてもまた次の生を生きるという思想であり、仏教のほかヒンドゥー教などにもこの思想は共有されています。仏教においては人は生前の悪行の程度に応じてその次に生まれ変わる生き物が決まるとされているのがこの思想の特徴で、つまりは来世でも人間に生まれるとは限らず、行いが悪ければ動物に生まれ変わる一方、良い行いをした人は人間界よりも楽しみの多い
天上界に生まれ変わることができるとされています。東洋ではこのような輪廻転生の思想が生まれたのですが、キリスト教やイスラム教などがこれを採用していないのは、それらが生まれた土地の地理的気候的な特徴が深く関係しているのだという主張があります。1978年に鈴木秀夫が発表した森の思考、砂漠の思考では、このような東洋と西洋の思想の違い、あるいは東洋の仏教と西洋のキリスト教などに見られる世界観の違いが、それらの発祥の地である森と砂漠の環境の違いによるものであるという主張がなされています。これは森林で生まれた文化と砂漠で生まれた文化では、その環境の違いによって思考や信仰にも違いが現れるというものです。森林では多くの動植物が周囲に存在するため、それらをモチーフとした多神教が生まれやすいというのがここにおける主張です。一方で砂漠で生きる人は水の在りかを常に考えるなど、広範囲を視野に入れて行動しなくてはならないため、自然に人々が天からの視点を意識することが多くなります。そのため天から地上や人々を見下ろす存在である唯一神という発想ができ、一神教が生まれやすかったと説かれています。そしてこの森と砂漠という環境の違いは、人々の生命に対する見方にも違いをもたらします。森林では果物の実が土に落ちて腐り、そこからまた新たな植物が芽生えてくるという光景が見られ、これが生命の循環、すなわち輪廻転生という概念を生み出したと考えられています。一方砂漠では枯れた植物や人間を含む動物の遺骸は、そこがあまりに乾燥しており、周囲にその養分を吸う植物もないため、そのまま乾いて風化し、そこから新たに植物が生えてくるようなこともありません。このようなことから、砂漠においては輪廻などしない一度きりの生命という思想が育っていったと考えられています。またこれは東洋の宗教と西洋の宗教それぞれの世界観の違いにも影響を及ぼしており、東洋では永遠に循環し続ける終わりのない世界、西洋では始まりと終わりのある世界という世界観や歴史観を育てていきました。来世では動物や虫に生まれ変わるかもしれないというこの思想を刷り込まれて育った人にとっては、なおさら家畜の命を奪うことには抵抗があるでしょう。このようなことから、森林の思考を背景に生まれた仏教などを基礎とした東洋の文化においては、肉食を積極的には選択しなかったものと考えられています。日本はどうかといえば、多くの森林を有する国土を持ち、特に農耕が普及する前、縄文時代などには人々は森からの恵みに多くを依存する生活を送っていたと考えられています。このことから、森林の思考は日本人の心にも根付いていると言えそうです。肉食への罪悪感を軽減するキリスト教的な世界観は、西洋において奴隷制度を容認してしまいましたが、日本にも非常に古い時代には奴隷制度がありました。魏志倭人伝には、邪馬台国が中国の魏に対して成功、すなわち奴隷を献上したと記録されています。この成功の実態に関しては不明な点も多く、戦争の際の捕虜がその起源であるとする説や、あるいは何らかの技能を持った人々であるという説などが主張されています。また同じく、魏志倭人伝の描写として、卑弥呼が亡くなった際に生きた女卑、すなわち奴隷を共に葬る、殉葬を行ったという記録も残されています。天武天皇の時代にも、凶作があった時に農民が子供を売買することが許可されていたという記録が日本書紀に登場します。このように少なくとも弥生時代後期から存在していたとされる日本の奴隷ですが、これが制度化されたのが奈良時代の大宝律令であると考えられています。そもそも彼らはどうして奴隷として扱われることになったのでしょうか。ヌヒにはもともとヌヒであったという人の他に、捕虜あるいは罪人となってヌヒの身分に落とされたケース、また誘拐されてヌヒになったケースや、借金の返済方法の一つとして自分自身を売り渡す方法が認められていたため、これによってヌヒになったケースがあったようです。しかしこのような奴隷制度は公式には平安時代半ば、律令制が崩壊するとともに禁止されるようになりました。日本の公的な奴隷制ヌヒが廃止されたのは西暦907年、縁起客という法律が発布されたタイミングでのことです。ただ、天候不順による凶作などを理由とした人身売買は行われていたようです。しかし注意しなければならないのは、日本ではこれ以降、
基本的に人身売買が禁止されていたということです。1230年の乾季の飢饉においては、鎌倉幕府が主導して人身売買を特例として容認していました。逆に言えば、このような特殊な事情でもない限りは人身売買は許されていなかったということです。また戦国時代には日本を訪れたポルトガル商人など、ヨーロッパの人々が日本に多くの奴隷がいることを指摘していますが、実際にはこれは下人や年季奉公人といった雇用の一形態であり、いわゆる無比以外にも多くの人を指していたとされています。さらに彼らの言う日本の奴隷には農民や使用人といえる人々も含まれていたという指摘があり、鵜呑みにすることはできないようです。西洋人の残虐さを示すエピソードとしてはこの他にも様々なものもあります。キリスト教の歴史を紐解くと、奴隷にするかしないかは別として、非常に多くの異民族や異教徒の命を奪っているということがわかります。新大陸でネイティブアメリカンやインディオたちに対して行われた残虐な行いなどはその一例です。何時殺すなかれと説いていたはずのキリスト教の神が、果たしてこのようなことを容認するのでしょうか。そのことを考えるためのヒントは旧約聖書の創世記ヨシュア記にあります。ヨシュア記はイスラエル民族が約束の地カナンを征服する過程を描いた物語です。ヨシュアというのはここに登場するヘブライ人たちのリーダーの名前ですが、この名前はナザレのイエス、いわゆるイエス・キリストのイエスと同じ名前だとされています。海を割ってイスラエル人たちをエジプトの手から逃れさせ、イスラエル民族を救った預言者モーセですが、その後継者となったヨシュアという人物はモーセ亡き後、ヨルダン川を渡ってイエリコという町を攻め滅ぼし、なんとそこにいる人々のほぼ全ての命を奪ってしまいます。それも兵士だけというわけではなく、老若男女問わず家畜に至るまで命を奪ったと旧約聖書には記載されています。ヨシュアがこのようなことをした理由は、イスラエル民族を約束の地に導くため邪魔者を滅ぼしたということもありますが、さらに言えばそのことが神の命令であったからです。例えばヨシュアが仮にこのイエリコの民をかわいそうに思い、命を奪うのをやめて追い出すだけにしようなどと考えれば、それは神の命令に背いたことになり、そのことが神を冒涜する行為ということになったのです。この他にも旧約聖書には一人息子のイサクを犠牲に差し出すように神から命じられるアブラハムの物語なども描かれています。箱舟伝説で有名なノアの洪水の後、最初の預言者とされたアブラハムは正妻であったサラから子供を得ることができないでいましたが、やっと一人の男の子を得ることができました。しかし神はアブラハムの信仰の強さを試すため、その子を自分への捧げ物とすることをアブラハムに求めます。つまりその子の命を奪うように命じたのです。アブラハムが息子の命を奪おうとしたまさにその時、神はアブラハムの信仰の強さを知り、息子の命を奪うことをやめさせました。ヨシュアと彼に率いられた人々、またアブラハムによるこれらの行為が歴史的事実であったかどうかはひとまず問題ではなく、神の命令であれば多くの人の命や親族の命を奪っても構わない、あるいは仕方ないという感覚がキリスト教世界に深く根ざしていることが重要なのです。しかもヨシュアは滅ぼした敵の王の遺体を晒し者にまでしていました。これもやはり神の命令に従ってやったからこそ正当化できることでしょう。対して日本ではたとえ滅ぼした敵であってもその遺体を丁重に弔うという文化がありました。その例の一つが耳塚や鼻塚です。これは戦において先行を主張するため、命を奪った敵の首を取る代わりに耳や鼻を取ることがあり、戦後にそれを一箇所に集めて弔った塚がこう呼ばれます。実際豊臣秀吉の行った文禄慶長の役において敵の耳や鼻をそぎ、戦後に塚を築いてそれを弔った耳塚は有名です。朝鮮半島に渡った大名たちは秀吉の命令を受けて女性や赤ん坊の命まで奪い、その耳や鼻を切り取って先行の証とし、塩漬けや酢漬けにしてそれを日本に送ったということになっています。これ自体は残虐な行為と言えますが、注目すべきなのがそれを供養した耳塚がその後の時代ではなく秀吉の存命中に彼の意を受けて作られているということです。残虐に命を奪った敵でさえもその遺体に敬意を払い慰霊をするという日本人の真摯さ、死者を慈しむ気持ちをここに垣間見ることができます。またこの件からもわかるように、本来
戦場では敵の耳や鼻ではなく首を取るものでした。これは戦において倒した敵の身分などからそれぞれの兵士の戦功の大きさを算出するため、その倒した敵の身分の高さを測り個人の特定をするために顔を確認することが必要とされたからです。そしてその確認が終わった後の首を供養した塚が首塚です。戦で亡くなった後にこのような首塚が作られた著名な人は多く、中世から近世にかけては明智光秀や天草四郎、今川義元、木曽義仲などがいます。また名もない造兵のような人々であっても一度に多くの死者が出た場合には彼らの遺体をまとめて首塚を作る例があり、関ヶ原の戦いの戦死者のための首塚などが知られています。金色堂で有名な中尊寺は奥州藤原氏の築いた寺院ですが、この奥州藤原氏を滅ぼした源頼朝はその後この中尊寺を保護しました。そしてこの中尊寺には藤原氏四代のミイラが葬られていたのです。このこともやはり敵でさえも手厚く弔う日本人の特性を表しています。平安時代のアテルイ、モレや飛鳥時代の蘇我のイルカなど、大和王権に歯向かった反逆者であるはずの人々が石碑や首塚などによって弔われているという例は多く見られます。これはそれらの敵が怨霊となり勝者にたたるのを抑えるという意味でもあるでしょうが、敵であろうと死者は手厚く弔うという日本人の懐の深さ、心の広さを表しているのかもしれません。日本で仏教伝来以前から根付いてきた信仰はアニミズムでした。アニミズムは自然界に存在するすべてのもの、例えば様々な動物や木や石、また太陽や山などにも霊魂の存在を見出すタイプの信仰であり、現在まで残る日本の神道にもこのような考え方が根強く残っています。キリスト教と神道を対比してみたとき、大きな違いの一つが神道には絶対的な神がいないということです。唯一神がいないということは、ある神が日本人に残虐な行為を命じたとしても他の神の意見によってそれが覆せるということです。すなわち日本にはキリスト教のように残虐な方法で人の命を奪ったり多くの人の命を奪うなどを正当化する論理が存在しないということになります。極端なことを言えばキリスト教的世界観においては神の命令に背かない限りは神の裁きを受けることはありませんが、日本では神がそこまでの権威を持ち得ないため人々の倫理観から逸脱する行為はいくら神の命令によってもできないということになるのです。そして絶対的な力を持った神が存在しないことから、日本人はそれぞれの神を個別に恐れまた敬っていました。このことが全てのものを慈しむ心の広さを育てていったと言えるでしょう。森林の思考に根ざして生まれた文化を持ち、また非常に高い収穫倍率を持つ米という主食に恵まれ、畜産に頼る必要のなかった日本人、さらには仏教などによる宗教的な事情もあって西洋人たちと比較しても残虐な行為をあまり行わない民族として今日まで続いてきました。その心の広さ、そして他者に対する寛容の精神を保ち続けることで、時に激しい争いが起こる国際社会において独自の地位を保ち続けることができるでしょう。今回はキリスト教と西洋人の残虐さの関係、そして日本人との違いについて語りました。動画が良かったと思った方はグッドボタン、次の動画が気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。